はいどうも、ブラックパンダです。今回のジャンクはこちらですね。パナソニック DMR-EH70V ですね、ビデオ、DVD、そして HDD が搭載されてる、レコーダーですね。今回こちら、電源が入らないジャンクとのことで頂上を、ね、見ていきたいんですが、まず気になるのがここのビデオの蓋がね開きっぱなしになってます。でもしかしたらですね、こういうビデオデッキってテープが絡んだ時とかに安全装置が働いて電源落ちることってあるじゃないですか。だからもしかしたらその安全装置が働いたまんま電源がね入らなくなってるんじゃないかなと思ってるんですが、まあちょっとね症状詳しく見ていきたいと思います。まずはね通電するか確認してみたいと思います。ではスイッチ入れます。よ、何も表示されないですね。通電、電源入らないというかもう通電すらしないですね。ここのね液晶のところに何も表示されないので、うわマジか、なんか思ってたのと違うな。では、分解して中を見ていきたいと思います。はい、ではね、カバーのネジを取り外して分解していきたいと思います。今ねこいつをちょっと触ったらこの可動部分がねちょっと前に出てきてちゃんと蓋が閉まるようになりましたね。ていうかこれだけで動いたりせえへんわ。違うな、やっぱ電源入らないですね。よし、ということは、電源ユニットの方ですね、ここですね、分解して詳しく見ていきたいと思います。よし取れた。まあ見た感じコンデンサーの膨れとかはなさそうですね。液漏れもしてないかな。こうヒューズついてますね。ヒューズは、ヒューズは生きてますね。もうちょっと分解して裏の方もね見ていきたいと思います。それではね電源基板の方を見ていきたいと思います。これねもう今 100V かかってるので取り扱いは十分注意しないといけないですね。まずコンセントからの 100V 来てますね。この辺のねヒューズがあるんですけど、ヒューズ、コイル、まあ、この辺は切れることなく全部ねちゃんとつながってました。一次側のトランスですね、ここ50の100の0の50ですね。トランス一次側はねちゃんと電圧出てるんですけど、問題はねこの二次側ですね、どこにも電圧が出てないんですよね。二次側トランス、ここかな、ゼロなんですよね。ここもで、まあここにダイオードがあるんですけど、このダイオードもゼロ、こっちのね端子の方もね全部電圧が出てないんですよね。こっちですね、このドライブとかそっちに行く方の端子にも電圧が来てません。なので問題があるのはおそらくねこっちの一次側になると思うんですけれども、でまあどこが悪いのかね、こういう電源関係についてはねあんまりというかまあ全然詳しくないんで、まあこういうの実装されてる IC ですね、 IC 部品いろいろ調べてたんですけれども、ここについてる IC ですね、MR1531 っていう IC がついてるんですけどね、このヒートシンクについてるやつ、これがですね、まあ、どうやら壊れやすいとのことで、急に電源がつかなくなったとかっていう場合はね大体この IC が壊れているみたいです。まあそうですね、ビデオデッキのね蓋が開きっぱなしで電源止まってたんで、まあ、壊れた時も急にあの状態で電源入らなくなったんだと思います。こちらの部品アリエクスプレスで売っていたので発注しました。で届いたのがこちらです。多分ねどっかの基板から取り外したやつだと思います。新品じゃないですね、中古だと思うんですけど、まあ、壊れてなかったらそれでいいんですけど、一度この IC ですね
交換してね、動作どうなるか確認してみたいと思います。ちなみにね、電圧はね、なんかちゃんと出てるっぽいんですよ、一応。まずこの IC のこの3ピンはグランドみたいですね。電源が入ってくるのが、137V ですね、入ってきて、4ピン VCC10V で、2ピンが 5V で、1が1ピンは電圧出てないみたいですね。これで動かないっすね。まあここがこの電圧で合ってるのかどうかっていうのがよくわからないんですけど、まあとりあえずこの2ピンが 5V で、4ピンが 10V で、ここですね、5ピンが約 140V っていうことで、データシートもね、簡単なやつしかなかったんで、データシートね見てもよくわからないんですけど、とりあえずこの IC ですね、こいつに交換してみて、どういう動作になるか確認してみたいと思います。では作業を始めようと思うんですが、電圧がねコンデンサに残っていないかどうかだけ確認しておきます。あ、すぐね落ちてくれますね。まあ一応安全のためにね、もうしばらくこのまま放電させてから作業しようと思います。裏側この5本の足のハンダを除去していきます。さあ、ハンダが馴染んだらね、ハンダ吸い取り線で除去していきます。よし、 OK、 これで、あ、取れましたね。よし、これですね。ちなみにこの IC は部分共振電源用 IC モジュールっていうことみたいですね。データシートの方のねブロック図とか載ってるのを見たんですけどね、あんまりよくわかりませんでした。このアリエクで取り寄せた中古の IC ですね、こいつを取り付けていきます。こう足刺して先にこのヒートシンクネジ止めしちゃいます。これでネジ止め OK ですね。で、あとはこの裏の足をハンダ付けしていくだけですね。ではフラックス塗ってハンダを付けていきます。さあ、これでどういう動作になるか確認していきたいと思います。あ、 12V ちゃんと出てますね。19 19、この端子も19ですね。虹側にちゃんとね電圧が出るようになりました。これを取り付けて電源がちゃんとつくのか確認していきたいと思います。はい、ということでちゃんと電源入りましたね。ただですね、 DVD の方は再生して HDD もちゃんと生きてたんですが、ビデオですね、 VHS、 こいつをね再生しないんですよね。まあ、飲み込まれたりとか取り出しの動作とかは大丈夫なんですけど、多分ねヘッドがダメになってるのか、まあその読み取りのところがね汚れていて、まあ、読み取り不良を起こしているのかっていうところだと思うので、一度またねもう一度分解してですね、ビデオのヘッドですね洗浄して、もう一度ビデオの方動作確認していきたいと思います。はい、もう一度ね上蓋外しました。でこれがですねヘッドになるんですけれども、ここが回転してビデオのテープを読み取るんですけどね、ここに穴が開いてるというか、まあ、端子があるの見えますかね、ここで読み取りしてるんですよね。何個かあると思うんですけど、ここが汚れていると読み取り不良を起こすみたいなので、ここをね無水エタノールを染み込ませた綿棒で軽くね、本当に軽くもう押し当てるぐらいでいいみたいです。強くやると壊れちゃうんで、これで洗浄していきます。はい、ではこのヘッドのねクリーニング終わったので、この状態で動作確認していきたいと思います。少しねあのメカの動きもこの状態だと確認できるので、ではこの動作確認用のビデオ入れます。ちゃんとテープのね、何ですか、ローディングっていうんですかね、は大丈夫そうですね。再生します。再生、今外したのがね 6.3V、 ちゃんと映ってますね。コンデンサです。いつも容量は大丈夫そうですね。255マイクロファラド、容器以上の容量ありますね。今ぬくもったからかな。音声もちゃんと出てますね。で動きもね大丈夫そうです。
で、まあ、このままですね、少し再生させて、動作ですね、早送り、巻き戻し、で、まあ、取り出しとかね、確認してですね、問題なければ、このまま修理はね、完了したいと思います。はい、ということで、今回ですね、このパナソニック DMR-EH70V、こいつの修理をやっていったわけですが、電源のね、IC、MR-1531 ですね。あの IC、なんかよく壊れるみたいで、まあ、あそこをね、交換すれば治ったっていう情報がね、まあ、いくつか見られたので、まあ、このシリーズで壊れたらね、まあ、あそこを疑ってみるのもいいのかなと思いました。で、まあ、ビデオのね、再生、まあ、1回目ちょっとうまくいかなかったんですけど、まあ、ヘッドのクリーニングして、まあ、ちゃんとね、映るようになったんですが、僕あの無水エタノールでね洗浄したんですけど、なんかあの名刺でこすってこうヘッドをきれいにするっていうやり方もあるみたいで、まあ、今度はねそっちの方も試してみようかなと思いました。はい、ということで、今回のねこの DVD レコーダー修理完了ということで動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。